7月5日午前の取引が終了しました。日経平均株価続伸しています。今日の前引けは137円84銭高の 41,051.49円となりました。一方トピックス東証株価指数は 3.05 ポイント安、 JPX 日経400 9.62 ポイント安と、この2つの指数は小幅に下げています。3指数まちまちの前引けです。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 26%、 426銘柄、これに対して値下がりが 71% の 1168 銘柄、変わらずが 3%、 51銘柄という構成です。全体の7割強が値下がりしています。トピックス規模別株価指数はいずれも下落、ただかなり濃淡がありまして、大型株はギリギリマイナス、わずかにマイナス、中型が小幅にマイナス、小型株はやや下落率が大きくなっているという展開です。大型が逆に言いますと非常に底堅いという展開でもあります。銘柄の数の多い小型株が下げているということで、全体で見ても値下がりが7割を超えているという状況ともなっています。商いは最近としては通常のボリュームやや多めでしょうか。前引け段階東証プライム売買高は8億300万株余り、売買代金2兆とび157億円、節目の2兆円を超えました。昨日4日のニューヨーク市場が祝日でお休みだったと、取引がなかったと、その翌日ということを考えますと、2兆円前引け段階でこなしたというのは商いとしては多いレベルになります。今日は朝方から買い注文先行しました。昨日4日のヨーロッパの株式相場が上昇した流れを引き継ぐ形で、東京市場でもリスクオンの地合いが続いています。ただ朝方の買いが一巡した後は伸び悩む場面もありまして、日経平均株価マイナスとなる場面も見られました。トピックスは前引け段階で結局反落という展開です。昨日まで連投し、日経平均トピックスとも5連投しておりまして、最高値を更新してきたということもあります。高値警戒感なども意識され、最近の上昇が目立った銘柄などには利益確定売りも出ているという状況でもあります。今晩のニューヨーク、アメリカでは注目の雇用統計、6月の雇用統計の発表を控えているということなどもありまして、積極的に上値を買う動きは全体としては限られていると、そういった中で日経平均の地合いが堅調、日経平均がやはり強い地合いと、指数の影響の大きい値傘ハイテク株などが買われて日経平均を押し上げているという構図であります。個別銘柄で買われた動きとしましては、今日はマヨネーズ、ドレッシングなどのトップメーカー、キューピー2809が商いを伴って続伸、4月の8日以来3ヶ月ぶりに年初来高値を更新しました。昨日の引け後に発表しました今11月期24年11月期の第2四半期決算が好調で、通期予想を上方修正したと、配当も増額したということが素直に好感されています。逆に下げた銘柄としましては、自動車大手のホンダ7267、こちらが売り優勢、3日ぶりの反落の動きです。昨日の引け後に大規模な株式売り出しを実施するということが正式に発表されまして、短期的な需給の軟化を懸念した売りに押されているという今日前場の動きです。以上、今日前引けの模様、東証アローズからお伝えしました。